さあ道の駅国からいよいよのぞり湖に上がってきます。気温は16度のようですかな。風強いな。いやなんだこの風は。いややっぱ今日は練習じゃなくてツーリングで正解だね。練習なんねえこんな風じゃ。これを右よいしょ。うっとなんか滑ったぞ。滑ったっていうかなんかずれたな。いやでも何年ぶりだろうのぞりこくんの。で来るのもね、ゼベルン乗ってた時に会社の上司とツーリングで来たことがあるだけで、その時は、まあ、もちろん上司一緒なんで釣りはしなかったんですけど、いやーね、あれは何年だ？まだ30前だよな確かな。まだ20世紀の頃か。そんな言い方もねえべ。白砂川。なんか昔聞いた話だと温泉が入っちゃって魚が住めないって言ってましたね。ちなみにのぞり湖はこの川とは関係ありません。のぞり湖自体はね、新潟方面に川が流れてます。の里へようこそと。おっと、見細そうです。おっと危ねえな、こんなとこで譲るな。危ない。峠のトンネルを抜けた向こうはどうだ？いいね。これはのぞり湖じゃないですよ。この白砂川のダムです。温泉センター。県営発電所。
だからな、ダンプよく走るんだな。おお、いいね、真っ赤、真っ赤な、真っ赤に燃えた太陽だからなんてね。突然歌い出してどうした？あー、だいぶ上がってきましたね。上がってくるのか。上がってくるのかってか下ってくるのか。えい、ハングオン。膝なんかつかないけどね。あれ60以上でつけるんだっけ、もみじマークって。うん、覚えてないな。おお、スマホが光る。スマホ。まったくもう。